止まらなかったらよ、繋いで君と一緒に来たいんだ。平安だって平成だって生きることに変わりはないさ。この胸に溢れそうな喜びと悲しみが涙となって、この星をそっと包み込んでいるのさ。ございます。さあ、じゃあね、せっかく最後でございましょう、わしら武将隊の中で。そうか、そうじゃない、そうですよね。ということはもうね、みんなでも元気出そう。だってまた名鉄ホールじゃってあるんだろ。じゃあもう声出して元気になっていこうよ。そういうことでしょ。じゃあね、わしら、まあ、わしがじゃあこんにちはって言うから、わしよりも大きな声でこんにちは。いいね、いいね。はい、いいですよ。皆様、こんにちは。こんにちは。全然です。もうちょっと出ます。神戸まで届くようにちゃんと。さあ行こう。みんな、こんにちは。こんにちは。まだまだ、こんにちは。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 こんばんは。こんばんは。こんばんは。まだ早いの。
みんなついてきてるね。すごいね。ありがとう。ありがとう。まあ、わしらのことを知っとるよっていうものをおるし。あ、そう。逆に知らない人を初めて見た。初めて見たよ。ちらちらちょこちょこおるんじゃな。じゃあ、もう自己紹介しないと分かんないんじゃないですか。じゃあ、そうか、わしら自己紹介してないのか。全然してません。あ、誰ってなってます。あ、分かった。では自己紹介と参ろうか。はい、はい、じゃあわしからでいいですか。わしがですね、棟梁清盛が五男坊にござります、平重衡と申します。どうぞみんなよろしゅう。基本的に言ってから言われるもの、ね、逆か。求めないでください。求めない。我が四男音曲鼓をこよなく愛する平知盛にござりまする。おお、ありがとうございます。わしが最後じゃ分かってるな。わしが僧侶平清盛が三男、神戸清盛対イケメン担当平宗盛なり。イケメン、ありがとうございます。照れるな、照れるな。何勝ち照れしとるんだよ。そんなにもイケメンが帰ってくると思わなかった。そうですよね。まあそうです。あ、いやな、本来わしらは7名おるんだけども、はいはい、ちょっとその説明を。あ、そうですね。しようか。しましょう。投げやり。あ、そう、わしがするのね。わしら、まあわしら3名含めまして、合計7名で神戸清盛隊というのは活動しておりまする。棟梁の清盛殿、そして嫡男重盛殿、甥っ子の敦盛、そしてなんか変なやつの変なやつのギオン。まあ、謎の人物ギオン先生な。このギオンという人物に、わしらはこのスマホ型タイムマシーンというやつで、この平安の世から平成の世に釣られてくれるこれだったわけだよな。ナイス、頑張った。今日一番喋ったわ。今日一番喋ったし、一番口回ってない。いや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 、でもまあそういうことでございまするよ。皆様ぜひ覚えて帰ってくださいました。コンビ決めたという名前とその構成と名前ぐらいまで先生よろしくお願いします。よし、すごいね、わし。結構いったな。行ったな、今。わしが思っとるよりも行ったな。あなたが思ってるのがわからないですね。そうじゃ、そうじゃ。いや、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。わしら、これ結構時間少ないらしいので。そう。そうなんですよ。で、どうせだったら1曲で終わらんとね、もう1曲で。みんな期待してたの？喉を潰れてしまえばいいのにな、みんな。では、最後に。はい、わしらの曲「笑顔」という曲を聴、いていただこうかな。はい、まあ、この「笑顔」というのは咲く顔に、咲く顔と書いて「笑顔」という、今日はみんなと出会えた感謝の気持ちを込めて歌いますので、どうぞ聴いてくださりませ。では「笑顔」と参ろうか。はらが心
宣伝と効果そうですね、はい、最後にやらせていただきましょうか。では私の方から宣伝させていただきます。来たる9月26日、わしら神戸清盛隊3周年イベント号がやることを決定しました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいよじゃあ配っちゃって。はいはい、私もらってない、私もらってない、私もらってない、そこは遠いね、そこは遠いね、遠慮して遠慮して、はい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 、ここら辺の人に、はい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 、ね、すいません、はいはいはい、今飛ばします、神戸清盛隊のパワーいろいろ飛ばします、いろいろ飛ばします、はいはい、楽しいこれ、楽しい、これで最後です。ちょっとよ、ですね、まあ、そこにも書いてあるように、3周年記念イベント、やりますので、皆様ぜひ予定を空けて、9月なので空けれるでしょう、よろしくお願いいたします。あと、まあ、今もらえなかった人も後ろのブースで配っております、わしら自身が配っておりますので、ぜひ皆様顔を出してくださります。あとグッズも販売しているので、よろしく。では以上、わしらは神戸にて皆様のお越しをお待ちしております。そして本日全開地決定戦縁に出られるご紹介の皆様、頑張ってくださりまして、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。